アテローム正常昇硬化症による感情動脈の狭窄。青く染色された部分の中央に空いた空白が血管内空である。発作の予防は QOL の向上につながる。狭心症治療薬とは、拒絶精神疾患である狭心症の薬物治療を目的として使用される薬物である。狭心症は、心筋が、 拒血状態となることから生じる症候群であり、公約感あるいは圧迫感を伴う共通を伴う発作が数分間にわたり生じる。この共通は、炎せズなどの、いわゆる痛み止めを使って収まる性質のものではなく、発作の強さや長さは患者それぞれで違いが見られる。強心症は その発症誘因から老作型共心症と安静時共心症に分類することができ、それぞれに見合った薬物治療が行われる。老作型とは、感状動脈へのアテローム性プラーク形成などにより、気質的な共作が存在するために運動時の心筋酸素需要増大に供給が追いつかず、発作が生じるものである。 一方で夜間の安静時などにおいても発作が生じるものを安静時強心症と称しており、感情動脈の連縮を伴う。発作の原因は、冠無理血流による酸素供給と需要のバランスの崩壊であるため、血流改善による酸素供給量の増大、あるいは酸素需要量の低下をもたらし、需要供給のバランスを改善する薬物を治療に用いていく。 それに加えて、発作が生じないようにするための予防さらには、心筋梗塞への進展を阻止することも狭心症の薬物治療を行う目的の一つである。狭心症は、糖尿病や高血圧、高脂血症などの生活習慣病の結果、感情血管の狭策が生じることが、その原因の多くを占めており、原因の除去が予防。 進展の防止を行う上で重要である。これらの目的を達成するためには、食事療法や運動療法、禁煙などを基本として、動脈効果対策を十分に行い、その上で薬物治療による管理をしていく。強心症の基本的な治療方針は、感状動脈の血流改善により、心筋に十分な酸素を送り込むことであり、血管の拡張あるいは、 連縮の抑制をする薬剤を投与する。そのような作用を有する薬剤として、硝酸薬、または、カルシウム喫抗薬が該当する。また、心筋の酸素消費量を減少させることも、酸素供給から消費のバランスの是正につながるため有効な治療法であり、ベータ受容体遮断薬は、心臓の仕事量を減少させる作用がある。加えて、 硝酸薬やカルシウム拮抗薬も心臓に流入する。血管を拡張することで全負荷を軽減させる。ニトログリセリン発作治療薬の第一選択薬である。硝酸薬は体内に取り込まれた後に一酸化窒素に変換され、グアニル酸シクラーゼを活性化させる。それによって血管ひらな目筋の主観が生じ、 動脈圧の低下と心臓への寒流量減少により、心臓の仕事量を減らす。強心症発作時には、舌下投与、スプレー、静脈内投与により用いることで共通に対して、速やかな改善効果が期待できる薬剤である。ニトログリセリンは、除方性製剤も存在するが、当然ながら、発作治療には不向きである。硝酸ーソソルビドは、 代謝が遅いために血中に止まる時間が長く、ニトログリセリンとともに、テープ剤として、発作予防薬に用いられている。特に経費剤は、肝臓での初回通過効果を受けないため、安定した血中濃度が得られることが特徴である。硝酸薬は、肝無理血管に限らず全身の血管を拡張させるため、副作用として、血圧の低下や反射性の貧脈。薬、 頭痛、めまい、顔面校調、動機などを起こし得る。ニフェジピン。カルシウム拮抗薬は、ひらな目筋の膜でに依存性 L 型カルシウムチャンネルの機能を阻害する。カルシウムチャンネルを介した、カルシウムイオンの細胞内流入は、筋収縮を引き起こす作用があり、カルシウム拮抗薬の投与により、筋肉の弛緩、すなわち、血管の拡張が生じる。 カルシウム拮抗薬による血管拡張は感状血管に限らず全身すべての血管において生じる。特に安静型強心症における冠無スパズムに対して著名な効果を示す。それに加えて、ご負荷の軽減や心筋収縮力の低下による酸素消費量の減少もカルシウム拮抗薬の公共心症作用を支える。カルシウム拮抗薬は 薬物代謝酵素であるサイプ 3A4 により代謝されるが、グレープフルーツジュースは象徴に発現するサイプ 3A4 の活性を抑制するため、薬物の血中濃度の変動をきたす。そのため、カルシウム拮抗薬の内服中は、グレープフルーツジュースをはじめとしたサイプ 3A4 活性に影響を与えるものの摂取を避けなければならない。プロプラノロール。 交換神経 β 受容体のサブタイプの一つである β1 受容体に対してリガンドであるアドレナリンが結合すると G タンパク質の一種である GS タンパク質を介してアデニル酸シクラーゼの活性化を引き起こす。これによりサイクリック AMP の形成を促進が生じ β 作用が発現する。心臓ではタ1受容体が豊富に発現しており 心拍数の増加や、心筋収縮力の増強を引き起こすことが知られている。結果として、心臓の酸素消費量が増大し、強心症発作を引き起こしやすくなる。ベータ受容体の阻害薬は、運動時の血圧上昇及び、心臓の仕事量を減少させるため、特に老作型強心症に対して有効である。一方で、 冠スパズムにより引き起こされる、強心症発作に対しては有効性が認められない。また、強心症に加えて、心不全を合併している患者に対して使用する、際には十分な観察が必要である。β 受容体遮断薬の投与中は、細胞表面の β 受容体発現が増強しており、突然の投与中止により強い β 作用が、 引き起こされる可能性があるため中止する際には、時間をかけて徐々に投与量を減らしていく。なお、気管支ひらなめ筋の歯鑑を引き起こす、β20 容体に対しての遮断活性が高い、薬物は、気管支喘息患者への投与禁忌となっている。ありがとうございます。